はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、3本目。なんか、今日から雨らしいね。ね、何日かね。なんか曇ってます。いや、恵みの雨ですよ。そうですね。うん、暑かったからね。うん、節電も、電力なくなっちゃった大変だしね。うん、水不足もね、はい、そうだったから。はい、今日もミキゾーに、あ、聞けみたいな感じでね、まあ、どんな質問でも何かしら誰かの役に立つのであればというシリーズをやっておりまして、今日も何か質問が来てるようなので、お答えしていきたいと思います。もう何本、30本くらい撮ったのかな。はい、そうですね、30本近く、はい、なんか30本ぐらいいろんなテーマで質問に答えていってますので、まあ、ダイジェストでね、今アーカイブになってるよね、ミキゾーのコーナーなってます。なってますよね。うんうん、ミキゾーの YouTube チャンネルの下のミキゾーのコーナーが下の方にありますんで、そこ開いていってまた一応ダイジェストで見れますし、ダイジェストも多分十何個しか並ばないよね。だから下の方のやつは、そう、動画の全リストからこう探してもらったらアイコン見つけやすいと思うから。はい。はい、ぜひ。はい。はい、じゃあ今日も。いきます。はい。じゃあ3本目。はい、いきます。ズバリヨガインストラクターという職業にはどのようなスキルが必要ですかっていう質問です。ズバリヨガ以外に。あ、ヨガ以外に。はい。ああ。なるほど。例えば、この前企画部のナオとちょっと似たような動画を撮ったんだけど、ヨガクラスって、はい、まあ、ヨガインストラクターの人がこれを見てるね、再生してるほとんどの人がヨガ関係従事者だったりヨガインストラクターだったり、まあ、これからヨガの先生を目指そうっていう人がほとんどだと思うんですよ。はい、でちょっとこの前ね、そのナオ、企画部にナオっていう女の子がいるんですけど、撮ったのがね、ヨガクラスって表と裏っていう考え方があるよねっていう動画を撮ったの。多分もうこの動画が公開される時には表と裏、ヨガクラスの表と裏っていうのが多分アイコンで載ってると思うから、そっちもよかったら見てほしいんですけど、その何が表と裏かっていうと、その表っていうのはまさに生徒から見えてる世界、いわゆるヨガクラス60分間の中の流れだったり、言葉だったりポーズだったり、まあ、いわゆるシークエンスの流れ、一式、これが表に出てる、顕在化したヨガクラスとして表だよね。だけどじゃあ何が裏かっていうと、今日このクラス、この生徒さんでなぜそのクラスをするに至ったかっていうプロセスだったり、そのなぜそのシークエンス順番にしようと思ったのかっていう組み立てだったりっていうのが、実はインストラクターサイドの裏になるわけじゃん。意味わかる？要はさ、こういうインストラクターがいたら残念だし、ちょっとそういうインストラクターの方には意味がわからないと思うんだけど、この話って例えば TT で覚えたシークエンスがあるでしょ、それが A、B、C っていうパターンがあるじゃん、型がね、まあ、あなたがやってるアシタガヨガなんてもう完全に A 一択でパターンがあるじゃん、でそれを例えば丸暗記して指導現場に立って、じゃあ今日も始めましょうって言って、はい、まずは大きく手を上に上げて息を吸ってとかって言って、丸暗記したのを再生ボタンを流しながらこう朗読じゃないけど、60分間滞りなくとちらず、まあティーチングをする、これってなんだろう、未来ないと思ってるわけ。なるほど。未来はないよ、その先生に。だってそれはもう YouTube でいいわけじゃん、AI でいいわけじゃん、もっと言ったらそのオンラインヨガのサブスクの2,000〜3,000円払ったら毎月録画とかで見れるやつで十分だったりするわけじゃん、でそのなんだろうな、1年目のね、ヨガインストラクターデビューの1年目の先生がもう60分のクラスの流れを成立させるのでいっぱいいっぱいで、頭の中も記憶してるシークエンスを一回も閉じらずに言うぞってアップアップになってるのは逆に可愛い、みんな通る道だからそれって、ああそこなんだなってだけど例えば2年目になるとね、目つぶってても言葉出てくるじゃん、
何百回やってんだよっていうぐらい出てくるじゃん。でそこに慣れるとインストラクターの成長期から交代期に入るわけ。そう、要は何も考えずに生徒の前に立ったら A っていうボタンがここにあって A としたらもう何もストレスなくウェーって A のシークエンスをね60分間本当にあの一つの音楽を聴くかのように言えるようになるっていうのは実は良くない慣れで、そのクラスって流行らないから。うん、要はねストレスなくいつでも何でもそれを話せるようになったら、次やらなきゃいけないことはその A っていうシークエンスを今日来た生徒さんの状態をクラスに早く入って見極めて、うん、A をやろうと思ってきたけれども今日のこの人たちって A だとなんか満足に至らないかもしれない、このニーズだったら、うんうんうん、かといって強度の強い B をやるとレベル的にちょっと怪我させても怖いってなった時に、うんうん、取るべき方法はその間、そう A&B 割る2、うん、A 足す B 割る2を生徒の顔を見て、じゃあ今日 A 足す B 割る2にしよう、で A 足す B 割る2をさらさら言えるっていうのが次のステージなわけ、うん、なるほど、うん、だからまあそれがもう全ての答えになってるんだけど、ヨガの先生にじゃあ必要なスキル、これアレンジ力って取るとこれまた本質からずれちゃうんですよ。そう、アレンジ力っていうのはヨガの話であって、うんうん、A を深く理解して B を深く理解したらそのつなぎ込みをすればいいだけだから、結局は誰でもできちゃうわけ、かける経験で。だけどこれはスキルを身につけないとというか、そういうスタンスで能力を磨かないとその A&B 割る2ができない人がいる。それは何かって言ったら生徒の状態を見る目だよ、うん、そう、目の前の生徒さんを見る目がヨガ以外に必要な、 もっと言うとそれだけ必要、うん、うん、素養としてそれがなかったらちょっと厳しい、うん、録音再生ボタンはさくらあるなしに、その能力あるなしに関わらず、うん、100回練習したら誰でもできるから、うんうん、うまくできるよさくらも、うん、それではっつって「えいかん」「デュエ」「チャトワリ」って「さった」とかって やれるよやれるやれる、保証してあげる、かける最初とちるし赤っ端かくしヒャーって真っ赤な顔になるけれども、うん、300回ぐらいやってみ、普通にでは始めますかって言えてるから、うん、だけどそれがクラスの成功につながるかって言ったらノーっていうことを話してるわけ、うん、じゃあ何かって言ったら人を見る目、うん、もっと言うか人に歩み寄る心、うんうん、そっちの素養だと思うよ、はい、うん、答えになってるかな、なってます、はい、どうですか見る目、もう最近ね僕だけ喋ってニコニコしてね終わるっていうのがねちょっと違うなと思い出しましてちゃんと意見を、どうですかさくらさん。そうですね、なんかやっぱりヨガジェネの先生で人気の先生っていうのも、うん、やっぱりそこが結構長けてらっしゃる先生が多いなっていう印象が私もあるので、ね、すごく納得の回答です。なんかこうこんなご時世、こんな世の中、こんな時代だからこそこう人と人とのコミュニケーションってすごい大事、うんうん、だと思うからね、うんうん、特に子供にも言えることなんだけど、子供がやっぱりこのコロナで例えば高校入試とか中学とかね、大学入試とかっていう難関を乗り越えてね、うん、やったとしても学校で新しい友達に会えないみたいなことって、うん、結構心を壊してる子たちがね、うん、多いらしくて、うん、そうなのでヨガの先生は自ら生徒に歩み寄って、うん、こう何ができるかっていうことをね、愛を持って考えていただければなと思います、はい、以上ちょっと説得臭かったですけれども僕の答えになります。はい、そんなわけで、はい、毎月ヨガビジネス講座なんていうのをやってますので、ここに概要欄載しておきますので、よかったら興味ある人覗いてみてください。それではまたお会いしましょう。